オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や、日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。Bonjour! Comment allez-vous? こんにちは。アンサンブル講師の大輔です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。いかがお過ごしでしょうか？気がついたら早いものでもう6月です。6月というと、じとじとじめじめのあの季節。梅雨がやってきます。フランス語では梅雨のことを La saison de pluie、 La saison de pluie と言います。予想はしていましたが、やっぱり梅雨って憂鬱になりますよね。6月といえばもう一つ、ジューンブライドがあります。どうしてこんなジメジメした雨季に結婚するのがいいんだろうと思ったことはありませんか？古くからヨーロッパでは6月に結婚する花嫁は幸せになれると言われています。それはローマ神話に出てくる光、婚姻、家庭生活の女神様、ユノに由来します。ユノはアルファベットでは J、U、N、O と書いて6月を司る神様で、6月はジューンという名前になり、そして婚姻の女神、ユノの月、6月に結婚すると幸せになれると言われているそうです。また、ヨーロッパでは、通常6月は晴天が続くとってもいい季節なので、結婚式をするにはもってこいなんですね。僕にはジューンブライドもユノもまだまだ縁がなさそうです。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、5月にデビューされた新人講師ヴァロンタン先生をご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど予想はしていましたが、やっぱり梅雨は憂鬱と言いましたが、今日はやっぱりね、予想していたよという表現をご紹介したいと思います。フランス語のやっぱりね、予想していたよという表現はいくつかありますが、今日はその単語でやっぱりねとなるの？とびっくりするような表現をシェアしたいと思います。ヒントは、代名動詞になると元々の意味と全然違う意味になる動詞を使うということです。ちょっと難しいかな。さて、
その題名動詞を使ったびっくりするようなやっぱりねはフランス語では一体どのように言うでしょうか。正解は Je m'y attendais。Je m'y attendais。Je m'y attendais。私という意味の認証代名詞 Je。私に、私をという意味の再起代名詞 Me。それに、それをという意味の代名詞 I。そして、待つという意味の動詞 attendre の半過去 attendre の4語でできています。無理やり直訳すると、私は私にそれを待っていたという意味になりますが、これ全部でやっぱりね。予想していたよという意味で使います。実は、待つという意味の動詞、attendre は、再起代名詞、すを伴った代名動詞、s'attendre という形になると、s'attendre à 何々で、何々を予想する、何々を覚悟する、という意味に変わります。全然違いますよね。詳しい文法解説をするととんでもなく長くなってしまうので今日は省きますが、あ、何々という部分がいに置き換わって、さらに attendre を半過去に変えて je m'y attendais という形になっています。語順も変わってるし、なんだか難しいですよね。どうしてこんな語順になっているのかなど詳しく知りたい方は、ぜひアンサンブルのレッスンで先生に聞いてみてください。宣伝。とにかくこれ全体でやっぱりね、予想していたよという意味で使いますので、まるっと覚えてしまいましょう。さらにこの Je m'y attendais を否定形にして Je ne m'y attendais pas、 Je ne m'y attendais pas、 Je ne m'y attendais pas とすると、思っても見なかったよ、まさかという意味になります。 Je m'y attendais も Je ne m'y attendais pas もいい意味、悪い意味のどちらでも使えます。アロー、アロー、大輔、désolé、 Je suis en retard。 Pas grave、 Je m'y attendaisTu es toujours comme ça, hein? Moshi moshi, moshi moshi Daisuke, gomen nasai, okurechai zo. Betsu ni ii yo, yosou shite ta kara. Kimi itsumo sou ya mon. Tiens, Daisuke, c'est ton cadeau d'anniversaire. Oh là là, je ne m'y attendais pas, hein? Merci.ほら大輔、誕生日プレゼントよ。思っても見なかったよ、ありがとう。という具合にぜひ使ってみてください。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから
無料メールレッスンにご登録ください。それではまた、アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお送りいたします。今回は5月よりオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセでレッスンを開始されているバランタン先生の魅力をお伝えします。2017年よりフランス語を教えているバランタン先生は、落ち着いた雰囲気で何とも癒されます。その中に明るさと優しさが垣間見え、楽しく受講することができます。おまけにバランタン先生はとにかく日本語が堪能で、レッスンでは必要に応じて的確な日本語で補足説明が可能ですので、入門者の方でも安心して学ぶことができます。文法や発音の細かいミスも丁寧かつ具体的に訂正し、ポイントを押さえた指導を行うので高い学習効果が得られます。文法の面でも発音や語彙の面でも、かゆいところに手が届くレッスンを希望される中級以上の生徒様にも、ぜひおすすめの講師です。実際にご受講いただいた生徒様からは、とても気さくな感じで生徒が質問しやすい雰囲気の先生です。柔らかい物腰の先生ですが、きちんとすべきところは修正してくださるので、とても実りのあるレッスンでした。と、大変ご好評いただいております。ではここで、講師からのメッセージをご紹介します。皆さん、こんにちは。フランス北部から参りました。アンサンブル・アン・フランセ講師のバレンタンと申します。日本文化を知ることと、フランス文化を紹介することが大好きです。丁寧に楽しくフランス語を教えますので、スカイブでお待ちしております。よろしくお願いいたします。Bonjour tout le monde. Je m'appelle Valentin. Je suis professeur chez Ensemble en français. Je viens du nord de la France. J'adore découvrir la culture japonaise et faire découvrir la culture française. Apprenons ensemble le français.Je vous attends nombreux sur Skype. À bientôt! メッセージからも講師の人柄が伝わってきますよね。確実に得るものがあるバランタン先生のレッスン、ぜひ一度ご受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。